コラボス、関西百名山。ワウワウ。時刻は8時何分ですかね、10分 ?9 分。9分。今日はですね、ここ近鉄榛原駅は奈良県にやってまいりました。今日はですね、なんと初の試み、いよいよニーザ、行く予定であります。まずは、大和富士と呼ばれております向岳に、行ってみたいと思正いま面す。の山かな。でもなんか本場はこう、ポコポコっと山の字みたいにね、3つ連なった形みたいな雰囲気っぽいけどね。まあ、とりあえずはこの今日もナビに従って行ってみたいと思います。今日も元気行ってみよう。近鉄の線路沿いに今すぐ来ました。名張の方に向かってきました。ここエポックが見えたら左に曲がります。エポック、バッチリですね。今軌跡こんな感じなんでね、これを左に取る。ですぐ右に。目的地は多分あの前の山です。目指す向かい岳の姿が大きくなってきました。もうね、この山は本当に山っていう感じになったのが分かる山の姿やね。ボコボコっと桜は終わりか。でもね、至る所でこう雪みたいに花びらが降ってきてね、これはこれですごい幻想的な。雲の流れが早いね。今日は最高気温13度の予定。季節外れのちょっと寒さになっております。寒いね。ねえ、風が冷たい。まあ走りやすいけどね。1キロ向かいだけど、入り口となるのがこの十八神社、はい、になるそうで、あと800メートルです。順調です。向かいだけ大和富士と呼ばれてるらしいです。時刻は8時36分、駅から26分が経過しております。至る所にこういう分かりやすい綺麗な案内がついてて進みやすいですね。どうですか、ここまでの感じは。マホロバのね、なんかオーラが漂ってますね。このずっとこう見える山裾とこの花、ここら辺の街はすごく綺麗にね、どこもされてて、水仙の花だとか、なんや言うてます。 GoPro ビデオストップ。マホロバらしいです私コース調べるのに、今日三輪山ですかね、もう行けたら行きたいなと思ってるんですけど、あまりのこの歴史深さにね、ちょっと興奮してですね、このなんか歴史の勇気を感じまくってるんですよ。ああ、その昔こういう風なことがあったんかなみたいな。カーッと人の墓やって。これ東海自然歩道や。本当だね。案内があると安心するね。これを左に取りますと。ああ、見えてきたね。神社入り口。後ろはこんな。なかなかきつい坂だね。コースタイム。60分。はい。だそうです。今の時刻は8時45分ですね。はい。十八神社ね。あ、そうですね。立派な鳥居があります。山脈、大台ヶ原。ちょっと曇ってます。そうだね。から来て、十六神社をお参りして、ここに降りてきて、こっち。あの道かなと。
オーラ感じる？オーラ感じますね。そう。連なる山々と降り注ぐ朝日と、この凛とした空気にオーラを感じます。なんかいつも行く山とちょっと違うね、雰囲気が。この鈍感なリュウちゃんがそんなことを言うぐらいだからね。鈍感ってね。ビンビンです、ビンビン。マルタの階段が出てきました。でもね、町も山道もすごくね、丁寧に作ってあるね。町づくりも山づくりも。行ってみましょう。あと1キロです。この空気がなんかね、マホロバー。神秘的な山です。マホロバもう雲の流れが速いこともあって、光がさーっと差してくる瞬間があって、なんか上に上にとこう導かれているような錯覚を起こさせますね。はい、もうじき30やね。はい。もうスポットというよりはちょっとなって感じ。あ、ここや。よし、ここに書いてあるわ。三角台あるよ。はい、あ、来ました。時刻は9時21分。はい、駅からちょうど5キロです。はい、1時間10分で来ました。やりました。これは分かりにくいあれやな。せっかくなので東屋でちょっと休憩をしたいと思います。今日のおやつ、オートミールクッキーチョコレートバージョンです。最近ですね、美味しいみかんをいろいろいただく機会があるので、皮をね、オレンジピールをちょっと仕込んでおいて、こう練り込んであるんですよ。こうオレンジピール、オレンジとチョコの風味がとっても良いです。難点は目分量で作るので二度と同じ味にならないということです。オリーブオイルと水と塩一つまみ、ね、黒糖などなどを混ぜてこんな形に仕上げております。ずっしりクリームも入ってます。美味しい、美味しい。はい、休憩終わりまして、今来た道を、一辺戻って、右に折れると。本当はね、ここをぐるっとループするとそれなりに楽しいコース取りになるみたいなんですが、今日はちょっと先が長いので、最短コースで行きたいと思います。一辺戻ります。はい、下りで急で岩ゴロゴロなんでちょっと怖いですね。寒い。めっちゃ風冷たい。緩やかなところまで戻ってきたね。
9時55分です。はい、神社からちょっと協議の結果、あの下の国道に近い方の方に行こうかなという案もあったんですけども、この富山公園の方に向かって、言うたらこういう感じですね。この山をこう通って、このピンクじゃなくて行ってみようかなというふうに今決定しました。これが吉と出るか凶と出るか分かりませんが、行ってみます。距離は15キロです、灰原の駅から。じゃん、長谷寺、はい、あの長谷寺寄ろうかと思ったんですけども、はいはい、この後の予定をちょっと距離とかを考え合わせると時間がカツカツになってしまいそうなので、はい、これまた次回に見送りたいと思います、はい、まだあの落ち着いてね、はい、じゃあとりあえず先に進みます、はい、わーい。ささみのチーズフライとリュウちゃんの要望にお応えして果物多めで酢の物と、めはり寿司上司です。はい、はい、どうぞ召し上がれ。川の流れの気持ちのいいところをお昼ご飯に設定しました。今日はリュウちゃん食欲あるみたいやね。めっちゃ腹ペコ。じゃあ私もいただきます。はい、給食会議通りが多くて、まあ、ちょっと大変やったね。で、今からあと2キロで、大神神社に、到着しようかというような場所であります。はい、美和さんね。はい、次は美和さんです、はい。撮影禁止らしいです。はい。山の辺の道に入ってきました。ここ竹の近い道とかがここに一気に集約されてるらしいよ。へえやね。大いに賑わいました。はい、時刻は12時24分できました、大神神社入口です。中は撮影禁止だそうですんで、あの後ほど感想を。あのお金払ってからやろ。あ、お金払ってからですよね。死んでかなりです。
西神社へ向かっております。お住まいに井戸で西神社というのは、はい、ここで、受付をする、はい、はい、300円いくそうです。はい、1人300円です。薬道やってる、あの日本各地の製薬会社がここに道路を寄付してると。武田薬品やって、うん、ここ第一製薬やって、そうそう、もう日本全国やで、大黒焼き局やって10時39分やってきました、西神社です。ここからいよいよ三輪さんへ、はい、まもなく撮影禁止ゾーンです。しばしのお別れです。このままで登ろうか、預けるところ分からへん。12時47分、300円お支払いしまして、これを、白い、正式なやつの代わりにするということで説明を受けました。4時までには戻ってきてあちらにお返しして、下山ということになります。14時16分、無事下山をいたしました。はい、基本的にひたすら丸高い段、で、まあ、でも足場はそんなに悪くなくって、しっかりした運動靴だったら、登ってこっちに降りてこれるかなと思ったよりも参拝の方すごく多かったです。ペースに気をつけて、十分気をつけて、登って降りていただきたいかなと思います。とてもいい経験をさせていただきましてありがとうございました。山頂の画像はありません。あ、はい、第12座でした。岩さん、多分あの奥の左の奥の方の山やと思います。標高460何歩だかな、はい、はい、今からそうめん食べます。はい、今日は三輪の里、結果はここ美味しそう、どれにしよう、あんかけかな、ゆうちゃんどれ、いや、そうめん、すっごいサップじゃあ、とりあえず行きましょうかね。はい、寒いですが、冷えそうめんです。でもこれ極細でね、発汗の時に作った三輪の卵そうめんだそうです。冷やし800、どうぞ、はい、上品。どうぞ、召し上がる。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。めっちゃ豪華。レディースですので、レディースセット5000円です。おお、めっちゃ豪華。美味しそう。どうですか？お味、お味どうですか？美味しい、美味しい、美味しい。では、いただきます。13時です。27キロ、6時間48分、はい、お昼ご飯込みで楽しかったですね、はい、スピリチュアルな世界でした、はい、最後に食べたレディースセット、そうめんセットもすっごい美味しかったです何食食べんねんって感じですけども、今日もとっても楽しかったです。今度はまたゆっくりね、長谷寺も含めて、はい、訪れたいと思います。ありがとうございました。